カワポンです。立教大学2023年のコミュニティ福祉学部の得点開示のご紹介をします。配点と倍率は画面の上に記載しています。選択科目の配点が低いのが特徴です。本当にたくさんの情報をいただきました。一部のみのご紹介になります。 A さん、 B さん、 C さんが3回目の合格になりますので、合格ギリギリのラインということになります。また A さんと C さんは定験の受験空は不明です。 B さんと G さんは中2空のスコアになります。改めて A さんは英検2235点、共通テスト160点での出願になります。どちらが採用されたのかは不明です。日本史がかなり苦戦されたようです。国語と日本史の合計が 65% で3回目の合格となります。配点の高い国語で稼がれた形になります。 B さんは英検2336点、共通テスト159点での出願になります。おそらく英検が採用されたのではないでしょうか。他教科得点率 64% で3回目合格です。 C さんは英検2352点、他教科 54% で3回目合格になります。この日の世界史は難しかったようです。 G さんは英検2157点、共通テスト142点での出願になります。他教科はこの4名の中では一番高いのですが、英語が今一歩で残念ながら不合格でした。今日は以上になります。ありがとうございました。